皆さんこんにちは、ゆいもかタイムです。今日はリクエストにお答えしてお花のチャームを作りたいと思います。このチャームは小さいのでクロックスのジュビッツにもなります。今日必要なものはフック、そしてお花の外側の色が5本、そして中側の色が11本になります。もしクロックスにつけたい方は小さめのボタンが1つ必要です。小さめのボタンを選ぶとクロックスの穴に入りやすくなるので、私は小さめのを使います。そして糸が必要です。では早速作っていきたいと思います。まずお花の外側の色を取ってフックに3回巻きます。私はアクアを使っています。できたら中側の色を2本取ります。中側の色ですね、もう2本取って三重のゴムに引っ掛けます。できたらフックから外して置いておきます。そしたらもう一度同じように外側のゴムをフックに3回巻きます。そしたら中側のゴムを、内側のゴムをフックに引っ掛けて三重のゴムに通します。そしたらゴムをフックから外して置いておきます。もう一度同じことをやります。外側の色を取って三重、そしてフックに中が内側の色のゴムを引っ掛けながら三重のゴムに通します。そしたらまたフックから外して置いておきます。フックに三重、内側のゴムを2本取ってフックに引っ掛けながら三重のゴムを通す。そしたらフックから外して置いておく。取るときに真ん中を押さえながらやると、この真ん中に通ってるゴムが外れません。はい、ではもう一度フックに 1,2,3 回巻いて最後の最後じゃなくて2本を取って2本取ってフックに引っ掛けながら三重のゴムに通す。そしたら最後のはフックにつけたまま他の4個のやつをフックにかけていきます。つけていきます。こんな感じでどんどんそしたら最後の1本、真ん中の色を取ってフックに引っ掛けながら、フックに引っ掛けながらゴムを通していきます。ゆっくり時間をかけてやらないとゴムが外れてしまったりするので、ゆっくりやってください。それができたら反対側のゴムを取ってこちらの左側のゴムを右側のゴムの間に入れて引っ張ります。はい、これでお花のチャームは完成です。もしクロックスにつけたい方は、これからボタンをつけていきたいと思います。はい、ではこれからボタンをつけていきたいと思います。まずボタンを取って裏と表を決めてください。そしたら表の方に
表の一箇所の穴に糸を通します。そしたらお花の飛び出ているゴム、大きな輪っかにゴムを通してください。そしたらさっきの糸を今度はボタンの裏から同じ穴に通します。はい、そしたら両方の糸を引っ張ります。そうするとこんな風になると思うので、そしたら糸を外して取ります。そしたら今度はゴムを指にかけながら、引っ張りすぎると切れてしまうので持ちながら押さえながら、裏の方の穴、さっき入れ通した穴の左上というかクロスしたところ時にできるラインのところのゴムに今度は糸を通します。そしたら糸をこちらに通します。こちらに通します。でそれは裏の方から通していきます。そしたら持っていたゴムに通します。糸を通して今度は表の方から同じ穴に糸を通します。通せたら両方の糸を引っ張ります。こんな感じになると思うので、そしたら糸を取って出てきたゴムをお花の周りにかけます。お花の周りにぐるっとやります。そしたらボタンをちょっと引っ張って今度はボタンがこういう風になっていると思うので、こちらの左側、ボタンの左側のサイドをお花の反対側に向けて真ん中にギュギュッと押し込みます。そうすると裏からボタンが出てくると思うので、お花の形を調整したりして引っ張ってみてください。引っ張ったりしてください。はい、ではこれからつけたいと思います。はい、こんな感じで可愛いお花のクロックスにつけられるお花のチャームが出来上がりです。また見てね。バイバイ。